はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日はとあるデータの捏造がひどいという件でお送りしたいと思います。はい、とあるデータのですね、集計方法が変わったということで話題になっております。はい、そのデータというのがですね、とある厚生労働省のデータになってまして、変わったと言われているのがですね、2022年の4月第1週以降ですね。はい、じゃあデータの方を見てみたいと思いますが、こちらはですね、厚生労働省が出してきていた、データになってまして、まあ、こちらに関してはですね、データは概要欄の方にリンク先を貼らせていただきたいと思っております。とあるですね、お注射をした際の接種歴別の新規陽性者数というものになってまして、4月の、まあ、第1週あたりのデータですね、4月4日から10日までの集計データになっておるようです。これでいくと、とあるお注射を未接種、その未接種の状態での10万人あたりの新規陽性者数というところを、まあ、注目してもらいたいと思います。まあ、こちらの数字なんですけれども、まあ、数百という形でですね、まあ、結構大きめな数字になっておるということですね。で、続いてですね、まあ、2回目接種済み、3回目接種済みという感じで、まあ、10万人あたりの新規陽性者数というのが、まあ、出てますが、3回目ですね、10万人あたりの新規陽性者数は、まあ、一番小さいように見えますねという感じになっております。問題はこの後ですね、4月11日まで2週目以降になりますけれども、こちらのデータでは、この未接種のですね、未接種状態での10万人あたりの新規陽性者数の数が、まあ、どんと減ったよということなんですね。はい、これが何を意味しているのかというところになってくるということなんですけれども、さすがに数字だけだと分かりづらいと思うので、グラフにしてみました。第1週が左で、第2週以降のもの、まあ、第2週ですね、4月11日以降が右側で、青いのが未接種状態での感染者数で、緑が2回接種状態での、新規感染者数ですね、黄色が3回接種状態での新規感染者数で、左側の青いやつ、まあ、未接種っていうのは、まあ、全体の、10万人あたりのですね、感染者数なので、まあ、一番多くなっているということなんですが、4月11日以降はだいたい半分ぐらいになっているところとかですね、あったりして、まあ、ぐんと数が減ってる感じになっていますよねというところですね。はい、では、この未接種の数ですね、未接種状態での、まあ、新規感染者数を、まあ、見比べてみると大体こんな感じになってます。まあ、もともとですね、10代未満はほとんど、未接種状態だということで、まあ、あまり変わらないとは思いますが、大きく変わっているのは、まあ、10代以降ですかね。特に顕著なところでいくと、50代、60代、まあ、40代もですかね、半分ぐらいになってる感じですね。はい、こんな感じになってますと。数字がですね、一気に減るということですね。徐々に減るならまだいいんですけども、一気に減るというのは、まあ、何かあったということになります。では何があったのかということになるんですけれども、どうやらですね、データの集計方法が変えられたよということだそうです。で、もともとどういう集計をしていたのかということになるんですが、まあ、この集計の、まあ、分母と分子になるですね、陽性者の分類方法ですが、まあ、基本的に接種したら接種済みにしますよね。で、未接種は未接種と、分からなければ不明と、まあ、この3パターンに分けられるのが、まあ、一般的な考えだとは思うんですが、そこにですね、接種はしたけど、接種日が書いてないとかですね、接種履歴として書かれていなかったものをなんと未接種として集計をしていたということです。これは信じられないお話ですが、
とあるお注射をしましたよと申告してるんだけど未接種集計してたということですね。で、まあ、その後ですね4月第2週以降は、まあ、この不明の方に落とし込んだよというお話だったそうです。はい、ということで、まあ、問題点が見えてきましたね。そもそも接種した人を、未接種扱いにして集計をしていたと。そもそもなんですけれども、なんか県が来てそれで打ちに行くんじゃなかったでしたっけね。そういったいつ打ったかどうかって把握してないんですかねっていうところがまず問題ですね。そもそもその打ったかどうかってデータにしてないのかなと思って、データを見れば一瞬で分かるはずなのになぜに未接種にしていたのか、なぜに途中から集計の方法を変えたのかというところも問題かと思います。でやはりこれ誰が指示したんだよっていうところも問題だと思いますし、こういう命に関わるですね統計の不正はやはり極刑がふさわしいと思っています。まあ、僕を総理大臣にしていただければですね、ここに関わった人は皆、タコ殴りという極刑にさせていただければと思っておりますね。はい。で、まあ、もっと大きな問題が実はここにあってですね、はい、それはですね、このお注射をした方が感染しやすくなってるわけですね。はい。まあ、先ほどお見せしたデータでいくとかなりの数のまあ未接種者と接種者のデータになっているので、統計的な誤差っていうものは生まれづらくなっているわけですね。つまりこのデータは、まあ数値の捏造がなければ信頼に足るデータだということです。はい。でこの問題になったのがですね、4月第2週以降のデータになりますが、まあ、ここの部分ですよね。40代以降からまあ70代ぐらいまでの、接種者と2回目だと2回目の方がまあ50代を除いて多いということなんですよね。はい。つまり、接種者の方がですね、まあ、2回接種の免疫力が低下してるんじゃないかということです。まあ、通常、まあ、接種をしていなければですね、まあ、免疫の上げ下げは、基礎体力に依存するかと思います。ただ2回打った状態の人の方が感染者数が、軒並み多くなる年代があるということはおそらく、このお注射の影響でですね、接種した方の免疫力が低下しているんだろうと思われます。まあ、その証拠としてですね、最近だと、まあ、帯状疱疹をよく発症するというニュースが増えてきているような気がします。帯状疱疹はですね、自分の免疫力が低下すると、まあ、出やすいということで自分も1回ですねめちゃめちゃ仕事で疲れた時に帯状疱疹を発症したことがありました。つまりですね、まあ、体力的、なところかどうかは置いておいて、とりあえず免疫力は下がるという可能性があるのではないかと思います。まあ、それに付随してですね、自己免疫性疾患の悪化ですとか原因不明の体調不良が起きるというのはやはりこのお注射が、起因になっていると思われます。ということで、こういったですね、まあ、結果がようやくデータとしてですね、確認ができるようになってきたという形になりまして、まあ、注射をされてしまった方は、ご愁傷様でしたということで本日は終わりたいと思います。それでは。